皆さんどうも、あやみです。久しぶりですね。またまたやってきました、このあやみ研究所、あやみラボなんですけれども、また相談がありまして、で今回ちょっとテーマが冷凍うどん、でこれで何かできないかと買いに行きましたよ。そしたら冷凍うどんいっぱいあってな、今日ね、さぬきうどん、コシもあってね、中太麺っていいのかな、これね、3つ入ってたんですね。せっかくだから3袋入ってるから3つアレンジ系でいこうかなと思います。ちょっとまあ簡単にできるやつなんで、ちょっと楽しみにしてください。ということで研究始めていきましょう。よし、さあ、でまずね、もう大体もう食材買って揃えたんだけど、基本的にこの冷蔵庫にありそうな食材を用意しました。これね、ちょっとレンジもいけるそうなんで、じゃあまず一品目のこのうどん温めていきます。よし、じゃあちょっとこれをうどんレンジで温めました。で食材がウインナーと玉ねぎ、ピーマン、ケチャップ、これでいきます。これを作るしょ、うどんでそれを作っちゃう。まあでもそんなに今もう珍しいものではないと思うんだけど、このレシピも。とりあえずピーマン、ちょっとね、種とワタ、これを取り除いちゃう。ウインナーはね、たくさんあった方がいいね。よし、じゃあピーマンは縦に切りましょう。でソーセージ、ウインナーどうする、タコさん系。ああ、いいっすね。ちょっと斜めにいくか。よし、じゃあちょっとフライパンの中にオイル入ってます。切ったものを入れて、うどんも入れて、ほんとフライパン一つでできちゃう。俺とかはやっぱりこういう料理を作るときはマッシュルーム必ず入れるんだよ。ちょっと今日は外してます。キノコ類入れても全然美味しいと思う。で、炒めて、そしたらケチャップ入りますか。反対側を味にした。で、ここで火力に弱めて、で絡めて、塩コショウと、バター入れます。しっかり絡めてね、またケチャップが最後に回しかけて、あとケチャップもそうなんだけど、トマトピューレとかペースト入れるとよりこう濃厚な感じに ね。もう一丁上がり。一品目完成。これでもうちゃちゃっとできちゃったんじゃない。まあナポリタンだね。冷凍うどんを使った簡単ナポリタン。さあ、では続いて二品目いきますかね。二品目はね、食材、黒胡椒とあと粉チーズで、それとベーコンだね。で卵、これもう想像するでしょ。ちょっとした作り方で、普段食べてるカルボナーラうどんと若干違うよってやつをね、ご紹介します。さあ、でフライパン温めてるんですが、その間にこれベーコン切っちゃおう。これを焼いていく。卵なんだけど、1個でいいかな。食べていきます。でそれと粉チーズ、これたっぷり入れちゃう。でもうここで一緒に混ぜちゃう。で
この溶いた卵をうどんと絡めるときにフライパンに入れちゃってもいいんですけど、使うフライパンによってもまた温度が違うと、火を止めたとしても。だからその熱でこう卵焼きっぽくなっちゃう。だからちょっとボウルをあえて今日は使います。仕上げたものをこの中でさらに仕上げる。で、バター入れますか。バター入れたら、もうね、このうどんを弱火でね、もうこのベーコンの油、もう捨てるのがもったいないから、それ吸わせるわけ。絡めて絡めて食べる。吸わせて。まあ、バター2つ入れたんでね、まあ、ちょっとカロリー高いかもしれないけど、まあ、でも美味しいからね。で、この中に入れていくわけです。そしたらもうすごいよ、かき混ぜて混ぜて。いろんなね、やり方もあると思うけど、このやり方もね、失敗しないですよ。いやー、もうめちゃめちゃいい香りするもんな。最後は黒胡椒たっぷりで、うっしゃ、二品目カルボナーラの完成だ。よし、じゃあ続いて三品目。もうなんだかんだ早いね。で、3品目はちょっと和風系でいくんだけど、たらこ、大葉、マヨネーズ、これで作っちゃいます。これも想像つくよね。ちょっとした、やり方でいこうかなと。熱してる間に、じゃあ先に大葉を切っていっちゃう、ざっくりね。で、それからたらこなんですが、皮を切ってね、取り出します。で、包丁の背の部分を使って外してあげる。で、今日油はね、使わずにちょっとね、マヨネーズ、これをねたっぷり熱して、このマヨネーズを溶かしていく。で、それからよし、たっぷりのものたらこを移しちゃうわけよ。よくあるじゃん、タラマヨって、うん、まあ、マヨネーズを使って炒めるって感じね。ある程度、まあ、馴染んだら、ここでまたバターだ。マヨネーズもうちょっとあってもいいんじゃない。で、ここでうどんを入れちゃいましょう。熱い。で、塩コショウ軽く入れる。マヨネーズがね、味がしっかりしてるから、もうそのままだけどもうまいじゃん。だからまあ醤油とかなくてもいいと思う。もう大体できちゃいました。よし、OK。大葉ってこういう時って細く切ってのせるんだけど、意外とさ、絡めた時にたまにさ、なんかダマになっちゃう時ない？はいはい、あります。だから細く切らないで、こうやってざっくり切っちゃう。でそれをもうこうやってのっけるだけ。ずいぶんたっぷりの方がね。よし、トラゴンドの完成だ。よし、じゃあいただこう。さあ、完成しました。ちゃちゃっとね、3品できたんだけど、これ俺3玉も食べれないな。ちょこっとずつ食べる、うん。まあ、じゃあ、先に作ったナポリタンいただこうと思います。いただきます。これうまいな。どの時代でもナポリタンってうまいなと。安定の味ですわ。俺がよくやる
ケチャップをちょっと炒めて、でその後仕上げはもう一回ケチャップを足す。このやり方だとまたちょっと普段作ってるやつとちょっと味が若干変わると思うので、ぜひこれをちょっとやっていただきたいなと思います。で続いてカルボナーラ。ちょっとイタリア行ってたんで、ね、カルボナーラにはねうるさいですけど、よーし、うどんですかって感じですよね。バターとベーコンの油で一緒にこのうどんを絡めちゃう。で味が入り込んでるんですよ。でそれからしっとりしててうまい。これなんかパスタなのかなみたいな、ちょっと太めのパスタ食べてんじゃないかなっていうぐらい、また面白い食感でいいと思います。で続いてたらこなんですけど、俺も作ってて醤油あった方が良かったんじゃないのかななんて思ってたんだけど、ちょっとどうなのかね。でよし、ごめん、醤油いらなかったわ、十分。油使ってないでしょ、サラダ油。このマヨネーズを使うことによっていつもとは違うたらこパスタ、コクがあるんだよね。たらこ臭くない、これがまた面白いですね。ちょっと3つ作らせていただきました。で今日はね、梅雨とか入ってないパターンのやつだったね。お出汁とか入ってるやつが、じゃあそれどうするのってなった時に、それをどうするかっていうと、もうそれスープにしちゃえばいいんであって、鍋用意して、お水とそのお出汁入れて、梅雨入れて、余ったちょっと残りの食材を入れてスープにしちゃってもいい。ちょっと今日も面白かったんで、また素敵なリクエストというか、また相談があったらぜひぜひお願いしますということで、今日の研究は以上でした。そしてまた次回もお楽しみ。ありがとうございました。